かまいたちが薬剤師は黙って薬だけ出しときゃと言ってしまい、番組が謝罪したってことで、薬剤師が症状を確認することは法律的に認められていることだってことなんですよね。で、これさ、かまいたちのこの話を流さなくてもさ、どういうことか想像つきますよね。薬剤師が、最近ご飯食べれてますかとか、薬の あまりはまだあるんですかとか他に薬飲んでますかとか今日はどうされたんですかとか結構聞く薬剤師は聞いてくるよねってうざいよねはっきり言ってねだってその薬剤師にさ「いやこれこれこうなんでああなんで」って言ったところでさじゃあこの薬じゃなくて違う薬にしましょうかとかできないわけじゃんなのにさこの質問してくる会話をしてくるっていうのはさ不毛だと思うんだよね 意味がないでもまあ法律的には別に認められてるからそれをねなんかうるせえ意味がないとか不毛だっていう構えたちのが間違っていったって結論なんだけどでもこれってさその薬剤師によってとかさその薬局によってさ違うじゃん何も言わずにささっと出す出して終わり機械的にやるところの薬局があるわけじゃんそういうところを利用した後にいろいろ聞いてきたらさ 何ここみたいになるじゃん。いや、あなたに何で言わなきゃいけないのとか、プライバシーとかなるじゃん。だって医者とのやりとりはさ、周りに聞こえないけどさ、薬剤師のやりとりってさ、周りに聞こえるわけじゃん。例えばさ、その、女性だったら、難航ね、なんか恥ずかしい場所に塗るんだったらさ、どこに塗るんですかとか、場所言いたくないじゃん。どんだけ被れてるんですかとかさ、聞いてくるよね。で実はね、僕もその、 薬剤師があまりにもこのうざくて、まあ、その場合その我慢して、まあ、向こうの言うことを聞いてさあこうなんですああなんですとか言ったけど後からすげえイライラしてきてその本社に電話したことあるんですよでクレーム入れましたでそれ以降その薬局ではあまり言ってこなくなったからそのこっちがその聞かれて嫌だとかそのあんま聞かないでほしいっていうさ 一生じゃ別にするのはいいのかなって思うんだよね。だって、どこの薬局もさ、あの、平等に聞いてくんならいいけどさ、聞いてくる薬局と聞いてこない薬局があるわけじゃん。なら聞いてこない薬局の方がいいよねって俺らは思うわけじゃん。だって、薬剤師にそれ言ったところでさ、何もできないわけじゃん。相談したらところでさ。だからさ、ささっと渡せやと思うわけよ。やっと急いでるじゃん、こっちは。待つしさ、 ってことで、かまいたちのこの感想としてはね、この感情論としては、別に間違ってないと思うんだよね。ただそれをさ、なんか、まあ、貫き通して、その、テレビで言っちゃうと、この法律で守られている薬剤師を冒涜してるみたいになるから、まあ、訂正したってことなんだけど、だから、薬剤師はやっぱ、機械的にやるべきだよね。で、こっちが聞いたら、答えろって思うんだよね。 まあそれだけの話だよ。だから洋服買うときと一緒だよね。向こうからさ、なんかいろいろ絡んでくる点いるじゃん。でもさ、わかんないこととか聞きたいことあったら、こっちから聞くじゃんって話じゃん。ってことじゃないのかなって思いますね。まあ以上です。どうもありがとうございました。